本日はオプションなしの頭すっきりコースを取ります。いかがですかね。から外しますね。きついですかね。痛みないですか。はい。はい。痛いですかね。あー、でも痛気持ちいいようです。はい。
頭痛くなることってありますか？ありますね、頭痛持ちですよ。虫影、今いかがですかね？あ、大丈夫です。はい。
ですよね。うん、ここはあのよくつなんか痛くなりますね。うん、そうでしょうね。だからここを逆に押してほぐすと頭痛が和らいでくるという場所になりますね。あ、すいません。だいぶ寝不足続いてますかね。そんなわけないですけど、寝てるとは思いますけど、でもやっぱり。よくバタンって寝てる感じですかね。もう記憶がなくなっちゃう感じ。あ、なるほど。はい。思った以上に硬かったんで、思った以上に硬いなと。そっか、自分たち分からなかったです。座っていただいていいですか。はい。触られてあれ。なんかもっとそう、こんなんじゃなかったような気がしてきますね。あれ、ね、こんなに前こんなに硬くなかったですね。あれ前やった時、うん、そうでしたっけ。なんか心配事とかありますかね。まあ多少ありますけどね。そんな、ちょっと疲れが溜まってるのかもしれないですね。そうですか。あと目の疲れとか、はい、でも頭皮って硬くなるので、はい、なんか目酷使したりとか寝不足続いたりとか、うん、そういったことで無意識のうちに結構精神的なストレスとか、緊張による硬さって出てきますね。でした。はい、以上になります。ありがとうございました。